皆さんこんにちは。フジテレビの人気番組目覚ましテレビのメインキャスターを務めていた三宅正春アナウンサーが9月末で卒業することを発表しました。三宅正春アナは長年にわたって目覚ましテレビを支えてきた存在であり、その卒業は多くの視聴者にとって驚きと寂しさを感じさせるニュースとなったようです。三宅アナは卒業に際して少しだけ自分を褒めてやりたいとコメント。また後任には伊藤俊博アナが務めることが発表され、三宅アナは安堵感でいっぱいと述べていました。目覚ましテレビからの卒業を発表した三宅正春アナウンサーですが、引退に関して病気の噂などもあるようです。今回は三宅正春アナの病気について、合わせて家族のことや年収などもご紹介していきます。最初に三宅正春アナの簡単な経歴から見ていきましょう。三宅正春アナは1962年11月15日生まれで、広島県広島市出身です。広島市立双葉中学校、広島市立元町高等学校、早稲田大学商学部を卒業しています。1985年にフジテレビのアナウンサーとして入社しました。ちなみにフジテレビを志望した理由は日本ダービーの実況がしたかったからだそうです。また日本ダービーの実況は入社12年目に達成をして、2002年を除いて2011年まで毎年ダービーの実況を担当しました。さらに F1、格闘技、バレーボール、全日本女子プロレス中継などスポーツアナウンサーとして実況を担当しています。2000年4月からはプロ野球ニュースの総合司会を務めており、2001年4月からは後継番組スポルトでも引き続き総合司会を務めていました。2011年3月24日放送分を最後に番組開始10周年を節目に番組からの勇退を発表。11年にわたるスポーツキャスターから引退をして、中継アナウンス部長活動に専念することになりました。2003年には目覚ましテレビのメインキャスターに就任しており、2012年4月2日から同番組の2代目総合司会として登板をしています。2022年11月に60歳で定年を迎えたのですが、それを目前に控えた同年7月1日付の人事異動でエグゼクティブアナウンサーとなったために、継続してフジテレビに在籍することになりました。三宅正春アナはアナウンスの技術だけでなく、その温かみのある人柄が多くの視聴者に愛され、数々の特集や企画を通じて番組の顔として活躍し、視聴者に朝の元気を届ける存在として多くの支持を集めていました。そして今回9月末での目覚ましテレビからの卒業を発表しましたが、三宅正春アナの卒業発表に対して SNS 上では多くの反応が寄せられており、まだ61歳なんだ、まだまだお若い、だからどうかもう一度競馬実況に戻ってきてほしい、お疲れ様でした、あとは夢である、カープ優勝の実況ができたらいいですね。三宅正春アナ、目覚まし卒業されるんですね。伊能くんとのテンポ良い絡みや大きくて明るい笑い声が大好きでした、などといったコメントが見られました。卒業ということで病気や体調を心配する声も出ていたようですが、こちらについて調べてみたところ、病気などでの卒業報告ではなかったようです。しかし三宅正春アナは2017年に目覚ましテレビを急性胆管炎のため欠席したことがありました。なんと55歳の誕生日だった。2017年11月15日の当番組出演後に急性胆管炎と診断されたそうで、番組では三宅正春アナのコメントをフリップで紹介。まさかの誕生日に人生初の入院とは、忘れられないバースデーになりました。今内視鏡で処置をしていただき、痛みもなく落ち着いています。きっとスリムになって帰ってきます、お楽しみに、などと説明していましたが、これに対して長島アナはお楽しみにと言ってる場合じゃないと思うのですが、と心配し、三宅正春アナと同期である軽部真一アナは、お互い55歳になるから
体には気をつけないとねと話していた。その日だったとぽつりと語っていました。ですがこの後特に何事もなく番組には復帰していたことから解放に向かっていたようです。病気などによる番組卒業ではないようなので一安心ですね。さて、長年フジテレビのアナウンサーとして活躍を続けてきた三宅正春アナですが、結婚はしているのでしょうか。現在はアナウンサーの熱愛や結婚は大きく報道されることが多いのですが、昔はそこまで男性アナウンサーの結婚などは大々的には報道をされていなかったことで、三宅アナの結婚についての情報はほとんどないようです。しかし結婚しているのは事実であり、奥さんとの間に子供がいるのも確実なようです。過去にスポーツ番組を卒業する際の挨拶の中で、不規則な勤務の中、不満一つ言わず仕事に送り出してくれた妻に感謝と語っていたことから、奥さんが献身的にサポートをしてくれたことがわかります。また三宅正春アナと奥さんとの間には娘さんと息子さんが一人ずついるそうです。娘さんは一般人として生活をしているようで、ほとんど情報は出てきていませんが、息子さんは大輝さんといい、法政大学を卒業後に吉本興業に入社し、ナインティナインや雨上がり決死隊のマネージャーを務めていたそうです。こちらは2018年のフジテレビ系さんまのお笑い向上委員会でのこと。番組には三宅正春アナらフジテレビアナウンサーと数組のお笑い芸人が出演していました。当時雨上がり決死隊であった宮迫博之さんが、思い出しましたけど三宅正春さんの息子さん今僕らのマネジャーなんですよと明かすと、スタジオの共演者から、ええ吉本のマネジャーなんやと驚きの声が上がりました。続いて長男の大輝さんが笑顔で繰り返し頭を下げる様子が映し出されると、父親の三宅正春アナも立ち上がり、いつもお世話になっておりますと挨拶、ありがとうございます、息子をよろしくお願いいたしますと息子と共に芸人らに頭を下げていました。息子の大輝さんは現在インパルスの堤下さんのマネジャーを担当しているのだといいます。さらに2020年の時には結婚をしており、子供が一人いることも明かされています。家族とも仲がいいことが伝わってくるエピソードですね。そんな三宅正春アナは先述した通り定年後も役員として活躍をしています。ここで三宅正春アナの年収が気になる人も多いでしょう。そちらについて調べてみると、役員待遇になった場合の年俸は現役のアナウンサーから計算すると約 1.5 倍になると言われています。そうなると年収はなんと3000万円を超えるそうです。一般のサラリーマンから考えるとかなりの高額な年収ですね。またフリーのアナウンサーとして売れっ子になれば年収は1億を超えるとも言われています。60歳を超えても役員という形でフジテレビに残っての活動という選択肢を取っていますが、三宅正春アナの今後の活動についてはまだ具体的な情報は発表されていません。しかしこれまでの実績と人気を考えると今後もフジテレビ内外での活躍が期待されますし、フリーに転向という可能性もありえそうですね。特に競馬実況やスポーツ解説など三宅正春アナの得意分野での復帰を望む声は多く上がっているようです。いかがだったでしょうか。今回は目覚ましテレビの卒業を発表した三宅正春アナについて、病気や家族のこと、年収などをご紹介してきました。三宅正春アナの卒業発表には多くの人が驚いたことだと思いますが、これからの彼の新しいチャレンジにも期待の声が多く上がっているようです。また三宅正春アナの後任として発表された伊藤俊博アナもフジテレビで長年にわたって活躍してきたアナウンサーです。今後伊藤アナが目覚ましテレビに新しい風を吹き込み、視聴者に新たな魅力を提供してくれることが期待されているようです。今後の三宅正春アナの活躍とともに目覚ましテレビの今後にも期待しましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。